お寿司屋ティッツロ、お寿司屋ティッケーシー、イエーイ。私たちは今、はい、ガオションのレオンにいます。そしてですね、お腹の状態はどうですか？ペコンペコンで、二人とも美味しい料理が食べたい。そうだよね、美味しい料理です。私が最近めっちゃ好きな料理があります。しかも家からちょっと遠いのね。でも時間をかけてもどうしても食べたい。うわ、それは美味しいに決まってますよ。期待マックス。今回はですね、台湾ダック。しかも、もう台湾ダック超ジューシー。大丈夫ですか？この白木脂だらけだよ。本当に気をつけてほしいぐらいもうジューシーで超美味しい。北京ダックって言うとさ、皮の薄い感じじゃん。台湾式は違うんです。もう現地の人の魂らしいです。出ました、魂。レンチン、いや、もうなんかいい匂いがしますね。食いたいです今。それでは早速中に入ってみましょう。行きましょう。これやばい、絶対。見てください、この垂れてる。うまっ、やばくない？やばい、うまっ。台湾ランキングでどのくらい？お肉フローだと結構上の方。そうっす、1位か2位争う。ただ汚くなったり、もうこの時間も惜しいっていうのが。ちょっと俺もやりたい、憧れね。うわっ、待って。はい、幸せすぎる。台湾感じたい方、シール一気飲み、口の中に台湾がこう、できますか？できない。しかもなんか色が違うんですよ。北京ダックだとなんかもうオレンジっぽいですけど、じゃあ今から入っていくんだよ。あ、そうかも。しかも私たちは今回一匹丸々食べます。マジですか？日本で一匹丸ごとって食べたことある？いや、ないですよ。まあ、高くて手が出せません。でもまだ誰もいなくないですか？人が。今の時間は1時15分です。なんとですね、ここのお店は実は2時からスタートなのに、はい、中でもう1時間前からスタンバイしてる。出待ちってことっすか？出待ちです。待ですもん。じゃあ待ちましょう。待ちます。みんな何も注文してなくて、ただただ待ってる状態です。あと45分。待ちきれないんですね、みんな。待ちきれないです。どう、今の期待はどのぐらい？マックスです。マックス。早っ。では今中ぐらい。中ぐらいで食べた時にガンかガンか、どっちか。どっちかですね。これが卵スープ。しかもさ、60元でこの大きさ。そして今の時間は2時2分でしょ。なのに外めっちゃ、しかも今日平日、テイクアウトがやばい。やばい、ウキウキしてきた。しかもこれは何でしょう？空心菜。そう、ニンニク多いから絶対うまい。どうですか、来ました。急に現れました。これ絶対うまいだろ。どう、このボリューム。絶対うまいだろ。だって見てください、このテカリ。しかもですね、これはこのまま食べるんじゃなくて、ナンみたいな皮。なんですか、店員さんが焼いてたやつね。そう、向こうの方で手作りで作ってたやつ。そしてこれはですね、秘伝のタレでございます。魂のタレです。レンチウェイですね。レンチウェイじゃない。魂。私の食べ方、いつもここに出してちょんでつけて食べます。台湾ダックはもちろん、北京ダックとかも食べたことないでしょ。あんまりない。え、これネギっすか？ネギっす。絶対すごい。じゃあまずこの1枚出します。そして美味しそうなやつを1個選びます。このダックを取ってこうやってディップしちゃうってことですね。ディップしてください。ディップします。準備はいいですか？切ってしまった。乾杯。うまっ。やばい、うまい。味噌は田楽味噌。確かに田楽味噌。皮が最高に美味しいです。卵だけも食べてみて。いいんですか、そのまんま。パリパリして、うわやばいな。待って、俺肉より皮がめっちゃ好きなんですよ。いいところ。いっやっぱ欲張っちゃうから。めっちゃうまいやん。いただきます。じゃあいただきます。うまっ。本当に濃すぎる。やばい、うまいよね。やばい、これ日本だったらこれって何万円もするの。本当に親子もこれ全部ついて3000円くらい。しかもみんなでシェアしたら1人500、600円とか。そう、そう。今までの台湾ランキングでどのくらい？お肉フローだと結構上の方。そうっす、1位か2位争うっす。ただ高くなったり、もうこの時間も惜しいっていうのが。ちょっと俺もやりたい、憧れね。じゃあやりますか。しかも俺ここ行っちゃうから、もうやっぱ欲張っちゃうから。これやばい、絶対。見てください、この垂れてる。ここね、油じゃん、コラーゲンです。ディップしちゃって、ディップしてこうやって。うわっ、うわっ。なんぼなんぼなんぼめっちゃ口入って
して。でも肉派それとも皮派？皮。皮。そうそうそう。前見えないから。大丈夫。ちゃんとな。お前ほんまに。共同作業。でも止まんないでしょ。6万歳。なんかここはすごいでしょ、テイクアウトの人も。みんなここで食べるんじゃなくてお家に持って帰って家族全員で食べることが多い。確かにそうっすね。涼しい部屋でこんなうまいもん食ったらバカバカ飲んでもメロンメロンっすね。飲み物とかも飲む？飲まさせてください。じゃあ台湾来たらやっぱり何？台湾ビール。大人になったな。これやばいって。これやばい。昼間からやっちゃっていいんすか？キンキンに冷えちゃってるからもう。じゃあ乾杯。このね、油ギトギトの喉、これで。うわ、待って。もう一回。どうぞどうぞ。え、もうない。これと、いいんすか、スウェーデン。どうぞ。俺真ん中行くやな。おー、行って。欲しい。お前。一番いい部分、めっちゃ美味しい。シミュレーションじゃないです。どうぞどうぞ、シミュレーション。行きます。いただきます。うまっ。幸せすぎる。幸せすぎる。台湾人幸せっすね。羨ましい、ね、しかも2時お昼からさ、こんなビール飲んで台湾タック食べて、悪魔的すぎる。これも美味しいから食べてみて。いいんですか？いいんですか？奥の一番キンキンに切ってるやつを。これは贅沢っすわ。どう？もっと台湾好きになった？快適快適。これ多分夜見てる皆さん食べたくなっちゃう。あ、そうだよね。飯テロします。飯テロ。じゃあ好きなやつをどうぞどうぞ。じゃあ空心菜。空心菜もさ、あれだよね、日本にあんまり見ないよね。これ絶対うまいんだよ。いただきます。はい、さうん、まっ。ちょ、待っててさ、やっていいっすか？何ですか？こうやって、ネギと欲張りなんだから。欲張りだな。欲張りだな。白目。うまっ。どう、台湾でさ、ダイエットできそう？無理です。え、このさ、スープも飲んでほしい。ちょっと待って。卵スープ、締めの卵スープですか？うまいから。乾杯。やばい。まずスープ。スープから。うわ、優しい。締めの後に飲むべきも。一気になる。え、これさ、もう超ベテランじゃない、作った方。フライドオニオンの味もいいやつ。分かってる。洋食酢の味もめっちゃ、めっちゃ。しかも、ここの店はもう40年の歴史があって、全部一つ一つ炭火焼きしてるんだって。釜みたいなのがありますね。そうそう、だからめちゃくちゃ美味しいし、もう油とかもいい油なし。これはもうやばい。全部美味しい。来ました、シシ。これが本当に台湾なのよ。よぼ、匂いがやばい。確かに香辛料、熱くそに効いてますね、これは。これとビールの相性はもうね、病みつきでね。病みつきを見とく。これ本当にめちゃくちゃお酒に合うから食べてみて。気になりすぎる。じゃあ、いただきます。いただきます。うん、すごい。まず塩辛って言ったらめっちゃ辛い。確かにスパイスバチクソ効いてます、うん、やばい。革命です。晩酌始まっちゃってるから。まだ2時まだ2時ですよ。もう3時にはもう泥酔です。うまい。幸せですか？幸せ。このタレがほんま台湾。麺とかに絡めてもめちゃくちゃ美味しいね。台湾感じたい方はもう汁一気飲み。口の中にこう台湾がこう。これでもう目がガンギマッチョ。確かに。なんかさ、今までさ、台湾料理って言ったらルーローファン、小籠包、そういうイメージだったじゃん。こういうのあるって知ってた？知らなかった。次来た時にまた食べたいと思う。食べたい。本当の台湾の料理を教えたい。ああ、そうだね。確かにこれこそがもしかして本物の現地料理みたいな。今日ラック食べるって言ってたけどさ、どうだった？なんか印象。期待を超えた。本当。高級料理食ってプラス台湾の味を感じさせる一品も出されて、一石二鳥。一石二鳥。確かこれ一石二鳥。これ食べきれるかな。もう死ぬ気でも食べきってる。絶対食べます。ちょっと待って、何言うの。ちょっと、まあ、事故ってる。事故っちゃってる。やばおうわ、絶対うまい、これ。うわ、やばい。
飲みたいならどうぞ。じゃあお言葉に甘えさせていただいて。いいんです。自分もバレちゃうよ。これまたキンキンに冷えてるやつをね。でも本当に飲みやすいです。ビールの中でグイグイいけるのは台湾ビールしかないです。じゃあいただきます。いいじゃん。あとはもう泥酔だけです。じゃあみんなで楽しく食べよう。よっしゃ。ごちそうさまでした。どうでした？幸せですね。幸せでした。満足度は？もう満足度はもうマックスで 120% ポカポカしてます。もうめっちゃハイテンションですか？すごい、2人ともちょっと赤くなってるかも。え、マジっすか？ちょっと恥ずかしい。ちょっと待ってよ。今の時間は3時でこの混み具合です。しかも平日ですよ。じゃあ今はあの気分は何時ですか？気分何ですか？今の気分何ですか？8時もう俺はもう10時です。很嗨的想要拍照。这个画面是在日本没有看过的，很特别。この後は台湾のスイーツを食べましょう。了解です。行きましょう。ということで、はい、アイスクリームを食べます。た台湾で売っているアイスが安く買えるところ。うわうわ。前回ガオションのコストコに来たでしょ、はい、その隣です。ライバルですか？ライバル。でもアイスの種類が本当にこっちはすごいのよ。台湾ですごい有名なシャオメイ。うわ、ソーダのアイスバーがまずうまそう。これはプリンでしょ。パイナップルもあるし、しかもここはタピオカミルクティーのアイスもある。台湾のアイス。そうなんですよ。本当に種類いっぱいない。しかも確かにこれはなんとなんと私たちのジャパン。うわ、これめっちゃ美味しいよ。これ嘘。これ君大福あるじゃねえか。でもさ、台湾に来たらやっぱり台湾のブランドでしょ。確かに。よく先生に。ちょまろ先生。よっしゃ先生ランマ。これただでプレゼントらしいよ。やった。ちなみにレンチンウェイ、レンチンウェイ、レンチンウェイ、レンチンウェイ。本当にこれヨーグルトのアイスだって。これはソーダだ。ソーダで。ラーマンザカドーサーチェンナ。すすもま。很便宜、45元。4つも入って。日本で言うとタイムスリップした時の値段。すごいよね。早速いただきましょう。マジですごい安いね。こういうアイス券めっちゃ好き。乾杯。はい、うまい。なんか懐かしいな。ねっとりしてるくらい。まあこれめっちゃ。めっちゃ美味しいね。台湾でさ、台湾ダックルとかもあるし、いろんなアイスが売ってる伝統的なお店もあるし、どうですか台湾？最高っすね。最高の言葉につきます。まあ、じゃあ僕らの夏休み成功ですか？そしてもう楽しく終わります。一番びっくりしたのは何今日？台湾ビールの美味しさにも気づけたっていうのと、マナちゃんがおすすめしてた、台湾ダックル。マジ美味しいね。あれやばい。しかも人気がありすぎる。平日であれはやばいです。なんで皆さん、よかったらぜひ台湾ダックもそうだし、アイスもそうだし、ガオションにはたくさんいろんな素敵なものがあるので、ぜひ満喫してくださいね。行ってみてください。好，今天的影片到这边结束，别忘记按赞、按订阅，还有开启小铃铛，还有 follow 我们的 Instagram 还有 Facebook 哦。然后真的谢谢 Super Thanks 大家，让我每个一起学拍影片，真的很感谢大家，ありがとうございます。那下次的影片很好看，所以大家一定要期待一下哦。それじゃあ、我是 Nana。我是弟弟，我是小弟弟 Kenshin。拜拜。じゃあいただきます。台湾ビールうますぎる。いつの間にか四つん這いになってるパターン。ぐいぐい飲みすぎて、もうあとこうウェーイみたいな。はーい先生嬉しい。いいな、俺もファン来ないかな。